とすいません。皆さんは大阪夏の陣の真田丸をご存知ですか？真田幸村の祖父真田幸隆は山本勘助とも親しく、もし勘助の築城術が幸隆を通じて真田家に伝わっていたとすると、真田丸の原型は甲州流の丸馬出しだった可能性もあるんですよ。